はい、こんにちは、レトスのオーです。本日の3本に入る前にご連絡をさせていただきます。本日は昨日もお伝えをした通り、理解学習を実践するための時間の使い方と勉強の習慣づけについて解説させていただきます。卓研試験の勉強は短くても3ヶ月。 長いと1年間勉強し続けないといけないですよね。で、そうなってくると長だるみっていうのが、まあモチベーションが下がることもやっぱあると思うんですよ。そんな時でも勉強は続けていかないと実力は上がってきません。そのために今回3回目、最後の動画をお送りさせていただきます。1回目の動画では丸暗記学習では合格できない。卓剣合格するためには理解学習が必要だ。というテーマで動画をお送りしました。2回目の動画では 理解学習の中でも最も重要な問題文の理解について解説させていただきました。そして今回が最後の3回目の動画です。3つ全て重要な内容なので、もしまだ1回目、2回目の動画を見ていない方は、先にこの2つの動画をご覧いただければと思います。で、今回3回目の動画については、この動画の最後にお知らせいたします。来年絶対合格したい方は、ぜひご覧ください。また、動画の下の概要欄にも URL 貼っておきます。 そちらからご確認ください。それでは問題に入ります。不動産の討議事項証明書の交付を請求する場合、原則当該不動産の利害関係人でないと請求できない、丸かツかという問題ですね。で答えはツです。討議事項証明書っていうのは利害関係人でなかったとしても、誰でも請求できるんですね。 まあ、従って罰になります、まあ、これ、あの、実際に登記事項証明書とかを、まあ、取ってる方っていうのかな、まあ。不動産関係の方っていうのは意外とこの登記事項証明書とか取るんですけども、その方だとわかる、わかりやすいんですよね。実際にある物件について所有者誰なのかって調べるときに、登記事項証明書を交付してもらってえ調べるってことをやってると思うんですね。つまり、不動産会社っていうのは、 ある土地についての利害関係人ではないですよね。全然全く利害関係がない人が所有する土地であったとしても、その土地の討議事項証明書を交付請求することができるんですね。で、この点について、なんで利害関係でない人も討議事項証明書をね、交付できるのかって疑問に思われる方、いると思うんですけども、すいません、ちょっとこれ、解説すると長くなりますので、今回省略させていただきます。 で次の問2の問題に入る前にこの動画チャンネル登録していない方はぜひですねチャンネル登録お願いいたしますで問いにですね重要事項説明です宅券業者 A 売買業者は売買契約が成立するまでの間に代金に関する融資の斡旋について融資条件を 重要事項として説明したがその融資が成立しない時の、えー、措置について飼い主に説明しなかった場合宅建業法違反となるルか×かという問題ですねで、えー、これ答えはルです重要事項の説明として代金または、えー、交換詐欺に関する貸借の斡旋の内容だけではなくて 圧戦が成立しなかった時の措置も説明しなければなりません。よって宅建業法違反、今回の問題は違反になるということですね。で、この問題の代金または交換先に関する対策の圧戦の内容、これ何を表すかですね。つまりここの部分です。代金に関する融資の圧戦。ここの部分です。これ何を表すかっていうと、まあ、これ売買契約の話なので、住宅ローンです。銀行が買い主に対してお金を貸しますよね。 つまり、融資をするってことです。で、あっせんっていうのは、紹介するっていうことなんですけども、つまり、住宅ローンについて紹介をする。で、その融資条件、まあ、金利が何なのかとかですね、そういった内容を重要事項として説明したと。これ OK ですね。これ説明しないといけません。その次ですね、融資が成立しない場合、つまり、住宅ローンの審査が降りなかったと。審査通らなかったと。その場合、どうするんですかここも説明しなきゃいけないんですね。一般的には、あの契約解除になります。 白紙会場なので、で、まあ、金ととかは発生しませんよってことですね、まあ。そういったことを説明するんですけどもそれ説明しなかったということなので宅検業法違反となりますよということになりますそして重要事項説明書の記載事項って非常に多いんですよねでさらに細かいんですよなのでたくさん問題を解くことで頭に入れていきましょうで個別指導では、えー、この部分ですね重要事項説明書35条書面と37条書面の記載事項の違いだったりとか あと35条書面の具体的な内容ですね。一つ一つどういった内容なのか。そこまで解説しております。で、問い3ですね。開発許可についてです。市街,区域において市街地再開発事業の施工として行う5000平米の土地の区画形質の変更行為は、開発許可が必要である、丸か×かという問題ですね。 で答えは×です。市街地再開発事業の施工として行う開発行為っていうのは許可不要です。これは開発許可不要の例外に当たるんですね。なので、もう開発許可不要なんだということですで。ここでは開発許可不要の例外についてはこれ書いてないんですね。ただおそらくお持ちの教材とかまとまっていると思いますので、そちらご確認の上、まとめて頭に入れていただければと思います。 そして初めにもお伝えをした通り、理解学習を実践するための時間の使い方と勉強の習慣づけについて解説いたします。概要欄にも URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。来年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスのオノでした。